彼はいつもの場所にいなかった。どこ？いない。なんで？そっか、遅かったんだ。私バカだ。曖昧な返事ばかり繰り返して、もっと早く言えばよかった。ドアが閉まります。ご注意ください。待ってください。その日、俺は彼女の乗っている車両まで行って思いを伝えることに決めていた。電車が止まるのは20秒、ギリギリ反対側の電車に飛び乗れる。次の停車駅は七川、左側の扉が開きます。いつものように七川駅で電車が止まった。電車降りて反対側の車両へと走った。伝えたい。たとえ受け入れられなかったとしても、じゃないとこの気持ちを心に留めて生きるのはあまりにも苦しすぎるから。これはあれだな、恥ずかしいくらいに、愚かなくらいに初恋だ。周りの目なんて気にしてる場合じゃない。ドアが閉まります。ご注意ください。待ってください。なんで泣いてるの？いつもの場所にいなかったから、私のことが嫌いになったのかなと思って。そんなわけないじゃん。一言だけ言うつもりだったんだけど、どうしてもその一言が何回も言いたくなって。ユイさん、好きです。本じゃなくてずっとあなたを見てました。一目見た時からずっとずっとずっとあなたのことが気になって、だからいつも。ん？知ってる。え？だって私も本じゃなくてケンジ君のことばかり見てたから、私もケンジ君のことが好き。じゃあ付き合ってください。はい。本当に？うん。やったー！って、あれ、朝から告白？やばー！お盛んだな。ちょっとケンジ君、恥ずかしいよ。うん、どうしよう。次の停車駅は大場町、大場町、右側の扉が開きます。降りよう。え、ちょっとちょっと。ドアが閉まります。ご注意ください。今日は私たち遅刻だね。ごめん。ううん、これで二人っきりになれたし。ずっとこうしたかった。一秒でも長くユイといたかった。彼女の首筋の匂いが肺に落ちて広がった。やっぱりこの人だ。ちょっとケンジ君、苦しいよ。あ、ごめんごめん。何？生まれてきてくれてありがとう。 A31025 A31025 310。あった！やった！その後、彼女は無事試験に合格した。受かってたよ。よかった！次は俺の番だね。彼女はすぐに引っ越し先を見つけるのに忙しくなった。着席。今日卒業式を迎える皆様、おめでとうございます。これまで皆さんは小学生から中学、高校とレールに乗って進んできました。でもこれからはレールはありません。皆さんが自分の信じた道を進んでいくのです。場合によっては夢に敗れたり、今隣に座っている友達と疎遠になることもあるかもしれません。それでも変わることを恐れずに、自分を信じて突き進んでください。そうすればいつか必ず自分。ユイ、早く早く。うん。まさかお前とダブルデートする日が来るとはな。確かに。あ、来た。こっちこっち。わあ、すごい。すごい人だね。じゃあ行こっか。行こう。うん。僕たちはわずかに残された青春の一瞬一瞬をかみしめた。今日の授業は終わり。また来てね。